実験大好きエメデウです。今回は娘のために購入したコンパクトな化粧台、ライトもなく、しかも鏡の位置が悪いため暗くて見えないと娘から大クレームとなりました。父頑張って流行のハリウッド照明取り付けました。照明変わるとイメージも変わる。2000円かかりましたが娘大喜び、父偉大なり。ぜひとも照明で困った時に参考にしていただければと思います。ハリウッドライトとは、ハリウッドライトってね、私もねこの最近まで全く知らなかったんですけどね、まあ、この辺はねネット探していただいたら分かります。まず一番ね代表格の普通の照明をね簡単にご紹介いたします。普通の照明って言いましたらね、だいたい化粧台、鏡がありましたらね、ライトがないものもありますけどね、まあライトがあってもね1個か2個しかついてないと、そういうようなね化粧台が多いと思います。どうしてもねライトが上部にありますとね、強い影が発生すると、あと光の強さがねあまり細かく調整できないようなね化粧台も多いと思います。化粧台の方は置くためのねスペースの問題がありまして、鏡の部分が収納できるようなタイプ、これねものすごくね光の加減の調整が難しいことに気づきました。実際にね購入した化粧台がこれになります。概要欄の方にね購入先もね書いておきますけどね、正直言いましてね非常にコンパクトで便利いいんですけどね、照明のことを考えますとねかなりやばい商品でした。鏡がねまっすぐでしたらねそんなに邪魔にならないと思うんですけどね、化粧台がね下の方にあります。鏡をね広げますとさらに90度よりね広く広がります。ですから部屋の照明のねこの天井の照明とかのね影響をものすごく受けると、思わずね娘の方から文句言われてしまいました。こういう経緯がありましてね、ハリウッド照明っていうのをねちょっと研究させていただきました。ハリウッド照明って言ったらね、私もね、まあ、名前の由来っていうのはね多分映画のあの辺かなと思うんですけどね、業界的には鏡の周りにたくさんライトを並べたようなやつをねハリウッドライトと呼ばれているそうです。こんなやつがねネットでも売ってるようですね。鏡の周りにいっぱいライトがあると、これがハリウッドライトと言われるそうです。照明の数をたくさん増やしまして強い影を作らないと。前回の動画でもねご紹介いたしましたリングライトと言われる写真撮影にねよく使われます、ライトとよく似てるっていうんですか、動作原理はねほぼ一緒だと思います。光の強さもねもうコントロールできないと、メイクに合わせてね光のね強さを加減しないと見えないんだよってね娘に怒られました。材料選定、これでね娘に怒られました。さあどうしようかなっていうことでね部材の方を選定してみました。 LED のねテープっていうのが今売られてると、これが安価になってきてると。昔でしたら結構これ高かったんですけどね、はっと気づきましたね、非常に安くで種類もね豊富になっておりました。ショーケースとかのね端とかに貼り付けてるっていうんですか、 LED のねテープライトとか言われてるんですけどね、たくさんの LED がねテープの上に乗ってるような形になります。色の方ですけどね、中光色って言われるのがまあ 6000K、 中白色っていうのがね 5000K、 電球色っていうのがね 3500K、 だいたいね3種類売ってるメーカーさんが多いです。普通のね化粧でしたらねだいたい 5000K ぐらいがちょうどいいんじゃないでしょうか。これよりもね高くしますと青っぽくなると、低すぎますとねちょっと黄色っぽくなるんでね、メイクの色がねよくわからなくなると思います。電圧の方もね 12V とか 5V とかね数種類あります。光の加減の強さで今回使用するテープの長さも考えましてもね、 5V ですとね USB がね簡単に使えますからね、これぐらいのライトでしたらね 5V 使用をねお勧めいたします。実際に使いましたね、調光器がこういうような形です。便利ようになりましたよね。こんな昔自分らで作ったら大変だったんですけどね、今ですとね800円ぐらいで買えると、非常にいい時代になったと思います。部材紹介、実際ね使用した部材っていうのをね動画の方で簡単にご紹介させていただきます。今回利用したものをご紹介いたします。こちらの方がねあの有名な LED がねこうやってテープ状に並んでるやつを使っております。これ買った時にね確か2メーターものを購入しました。かなり余るとは思うんですけどね、まあ失敗に備えて長めにしてあります。 USB の 5V 発生する AC アダプターをね1個準備してあります。であとね意外と重要なのがこれです。明るさを調整するためのねこういうアダプターっていうのもね Amazon の方で売っております。これがないとね結構ね鏡みたいなところで使うには不便ですからね、まあ、別名調光器って言われてるようですけどね。制作開始、 LED テープの方なんですけどね
実際に鏡のね隅に貼り付ける必要があります。どうしてもねテープを90度に曲げる必要があるんでね、 LED テープをね数箇所ハンダ付けしております。その様子をねご紹介いたします。こちらの方のねテープ、 LED のつきましたねテープの方をハンダ付けしようかなと思います。必ずねできたらまあ押さえた方が作業がしやすいんでね、私はいつもねこの昔は第三の手とか言うてね、なんかいろんな名称があったと思います。アームって言うんですかね、昔は1000円ぐらいで買ったような覚えがあるんですけどね、これを使ってねハンダ付けしたら非常に楽ちんです。このような作業台がない時にはね、重しかなんかをねこう乗して動かないようにすればそれでいいとは思うんですけどね、まあお持ちの方はねこういうようなものをねご利用していただいた方が早いんじゃないかなと思います。で使用するケーブルはねやっぱ太いものにすると目立つのでね、今回はねこういう細いビニール線、まさにこれジャンク屋でね買ってきたねハーネスだと思います。一束100円ぐらいで買ったんじゃないかな、この当時。まあ懐かしいですけどね、こういう手持ちがあるんでね、意外とこういうのは1メーター単位では売ってないんでね、まあちょっとしか使わないような時にはね、ジャンクのこういうケーブルっていうんですか、非常に役立っているような形です。作業はもう普通のねハンダ付けと大して差はないと思います。もう見ていただいてもね簡単にできると思います。こんな形でねもうハンダ付け端っこをねハンダ乗してしまえばね、意外とそんなに難易度は高くないんやなかったかなとは思うんですけどね、結構ね流行しているこういうテープですからね、ご経験された方も多いんじゃないでしょうか。ケーブルの方もね実際にこう曲げないといけないんでね、実際にもう短めにカットしてた方が作業がしやすいとは思います。一応5ボルトをね赤色にしてあります。5ボルトをね赤色にしてハンダ付けですね。で茶色の方は本来は黒が欲しかったんですけどね、黒がないんでね、はい、マイナスをね茶色にしてあります。まあこんな形ですかね。でポイントの方はねテープをね曲げないといけないです。曲げるっていうことはね要するにこんな形ですね、曲げる方向をね見ながら、はい、そちらの方にね湾曲させていくような形にしないとねうまくならないんで、だいたいこういう形でね見ましてからこういう形ですね、ちょっと長めに切った方が作業はいいと思います。コツはね90度で曲げないといけないんでね、まあ、ちょっと先を長めにして、はい、もうピチピチになると後が大変なんでね、こんな形ですね。であとはねストリッパーを使って、まあない方はねもう仕方ないです、何らかの方法でねしていただかないといけないかなとは思うんですけどね、こういうストリッパーを使いましてね先を向くと、ニッパーでねやるのはね結構難しいかなと思うんでね、まあ、この日はね皆さんいろんなやり方があると思います。まあ気合い入れたらねどんな道具でもこれぐらいはハンダ付けできると思うのでね、やっていただければと思います。こんな形ですね。こういう形ですね。こういう形ですね。要するにポイントはねこうやって90度に曲がることを考えてね、まあ少し外側長め内側はね短めにしていただければね、まあちょっとあんまりきれくないですけどね、まあそうそう目立つこともないんでね、まあこの辺はね何回もハンダ付けしようとおかしくなるんでね、ほどほどでやめていただくのがねポイントじゃないかなと思います。根元手直し、実際にね購入いたしました LED テープの方なんですけどね、根元のところがね曲がらないためにかっこよく施工できませんでした。そこをね少し手直しさせていただきました。これでね本当は作業終了の予定だったんですけどね、先ほども見たと思うんですけどね、ちょっと私のセットしたね鏡台の方根元が結構ねキチキチで90度に曲げないといけないんですよ。こうやってね補強されてますとね端っこからテープがめくり上がるっていうんでねクレームがつきましたんでね、もう切っちゃうことにします。切ってね付け直そうかなと思います。でこれもね皮を剥かなくても若干のね予備があることを確認してるんでね、もうこのまま切らさせてもらって一からねやった方が早いと思います。まあ今回はね完璧に特注品です。まあ自己責任ということになりますからね、もうカッターナイフでちょっと多めに切りましてね90度に曲げても耐えれるようにねちょっとしていこうかなと思います。こういう形ですね。刃をね立てすぎますとね
中のねケーブルまで傷つけるんでね、基本はねもう引っ張って引っ張っていくような形っていうんですか、多分ねこれがね結構ポイントじゃないかなと思います。実際はねだいぶ余裕ができるとね想定しておりますからね、ちょっと今回ねこんな形ですね。こうしてこういう追加の作業が増えるとは思わなかったんですけどね、まあちょっと慣れない作業です。やっていきますね、いろんな不具合に、ね、直面していきますからね。まあこんな形でねケーブル向けましたので、ちょっとハンダでね仕上げていっときます。こんな形ですね。まあ慣れないハンダですけどね、慣れた頃には作業が終わってしまうと。昔は結構ね好きでやってたんですけどね、もう最近やることがめっきり減りましたからね、もう腕も衰えつつあるような状況です。まあこんな形でねハンダしまして、パラレルとで非常に弱くなるんですけどね、まあ、今回の目的はねこういう形ですね。90度に曲げてもね、要は補強一切してないんですよ。先ほどはねこうやって補強されてたんですけどね、こういう形でこういう形で補強されてるんで、まっすぐはいいんですけどね、曲がっちゃうとねピンと張ろうとしてねテープが負けてたんでね、もうあえてねこういう補強を全部外しました。でケーブル自身もね補強する必要がないっていうのが分かったんでね、この状態でね取り付けに入っていこうかなと思います。固定アダプター製作。テープの端をね固定しないといけなくなりました。まあちょっとそのためにね身近な材料を加工した様子ご紹介いたします。他の人は関係ないと思うんですけどね、先ほど見たんですけどね、鏡台のところちょっとねケーブルをねこう曲げるための固定金具がいるんでね、目立たないようにね薄いプラスチック板でね今材料の方を加工しております。まあ薄いプラスチックってねこれ市販品ってあんまり売ってないんですよ。これ見ていただいても分かると思うんですけどね、某商品買った時のパッケージなんですけどね、意外とパッケージに使ってありますね。こういうプラスチックの板っていうのはね、いろんな材料のね代用品として使えると思います。まあたくさん残してても価値はないんですけどね、いる時あるかもしれません。ぜひともねこういうプラスチックの板作る時にね参考にしていただければと思います。で今回なんですけどね、なぜかと言いますとね、ちょっとケーブルをね固定しないといけないと。で固定した時にねこう見ますとね、押さえてマジックの方でね印をつけていっていこうかなと思います。まあどれぐらいがいいかな、ちょっとねあんまり考えて何もねなずに作ってるんで申し訳ないんですけどね、まあこんなとこでしょうかね。で高さがね15ミリっていうのが分かったんでね、15ミリ、こんなとこですね。この状態でねネジを通さないといけないんでね、穴開ける必要があります。まあこれをねちょっと見ながらね、こういうパンチですね、パンチを用意しましたね。原号合わせで開けていくと、開きましたね、開きました。でもう一発開けますとね、まあ、ちょっと寸法をもう一遍図で確認して、ね、15ミリここですね、開けてやります。まあ、こうやってね、なぜ2つ開けたかはね、後からご説明しますけどね、ケーブルがね、しっかりと固定できるようにしようかなと思います。化粧台ライト取り付け完了。このようにね、完成いたしました。LED のテープの方はね、もう後ろの方に粘着剤ついております。セパレーターを剥がしますとね、簡単に貼り付けることができます。まあ、このようにね、貼り付けておりまして、ここ90度にするためにね、ハンダ付けしております。で、こちらの方も90度ですね。でこの状態で下に下ろしまして、問題はここなんですよ。ここのね、ケーブルの部分が不安定になりますとね、すぐにケーブルとかね、LED ライトが外れようとするんでね、透明のプラスチックをね、加工してケーブルを固定しております。あとケーブルをね、丁寧に固定しておかないとね、鏡を開け閉めしますとね、ケーブルが挟まってしまいます。あと調光器はね、このように下側に設置しております。USB のね、電源をね、こちらの方に取り付けております。消費電流。実際今回の LED テープっていうのはね、30cm×2本プラス 40cm 合計ね 1m 使うような形になりました。過去明るさでどれぐらいね電流流れてるのかね見ていただければと思います。最小が 0.12A、 0.25、 0.4、 0.54、 0.71、 0.87 ぐらいですね。5段階でね
電流値変わっていっております。それに伴いましてね、明るさも結構変わってきております。結構ね、光の暖中のホームの調子もいいと思うので、だいたいこれぐらいのね、光の調整ができればね、結構化粧台としてね、役立つんじゃないかなと思います。ハリウッドライト完成。兄弟の方、通常はね、場所を食わないコンパクトタイプ、これが泣きどころなんですよね。なかなかね、鏡の角度とね、照明が合わないでね、苦労しております。今ライトをつけたり切ったりしております。もうこの調光器の方でね、電源のオンオフ、光の調整もね、5段階にできます。こう見ていただいても分かると思うんですけどね、マックスにしますと相当明るいですね。通常ですとね、メイクのね、仕方によって下からね、2番目ぐらいをね、使っていただければうまくいくと思います。で、終わりますとね、このように締めていただければ兄弟の方もね、コンパクトになります。まとめの方させていただきます。 LED テープと調光器が本当に安くなったと。 LED テープってね、出た時めちゃくちゃあれ高かったと思うんですよね。なんか買おうと思ったらね、かなり迷った時期があったんですけどね、今はね、非常に安いと。使える調光器もね、自分らで作ったりするよりも安いので、ね、とにかくね、値段の安さに驚きました。作業の方もね、久しぶりのハンダ付けです。ちょっとね、あんまりお人にお見せするほどうまくなくて申し訳ないんですけどね。まあ、あれぐらいハンダできればね、なんとかなると思います。意外とね、この化粧台っていうのはライトが重要っていうんですか。男から見るとね、わからなかったんですけどね、自分のね、顔を化粧台で見ましてね、取り付けたライトをね、調整した時にね、これはね、重要だと実感することができました。購入した化粧台なんですけどね、最初は鏡がよく見えないということでね、ゴミ同然の扱いされてたんですけどね、ライトを取り付けますとね、途端に復活いたしました。いかにね、光が大切かということを実感いたしました。私のね、特技じゃないですけどね、少しは役立ったんかなと。あまり最近ハンダコテ持ってね、役立ったと家族に言われたことがないんですけどね、久しぶりにね、役立ったと言われました。ぜひともね、ハンダ付けの技術、このような電子機器っていうのがね、身近な生活で役立つと思います。こういうね、照明関係の LED っていうのもね、いろんな使い方あると思います。ぜひともね、化粧台に使ってみたり、いろんなとこに使えると思うんでね、試していただければと思っております。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。